アテネの表彰台からドイツへ。大きな目標を持ってオリンピックに臨んだ日本オリンピック代表。運命の第一戦はパラグアイとの戦い。山本監督率いるイレブンはカフタジョブリオスタジアムに姿を現した。日本のスターティングイレブンはゴールキーパー曽我畑、ディフェンダートゥーリオ、森は那須、ミッドフィールダー小野、森崎、阿部、今野、徳永、フォワード高松、大久保。対するパラグアイは南米予選でブラジルを破りオリンピック出場を決めた強敵。予断を許さない厳しい戦いが予想された。情報としてはですね、彼らコパアメリカを全く同じ、オリンピックチームで戦ってきてましたし、事前の、ポルトガルとのトレーニングマッチも、分析ができてましたし、ツートップを基本に攻撃的な布陣を引いてたわけですけども、実際には、我々のゲームではワントップ、ツーシャドウ、もしくはスリートップという形でメンバー編成をしてきたというところで、まあ、これは戦前の分析 の、 そのとは若干異なるメンバーと布陣で来たと思いますね。まあ、一つにはその彼らそのボランチの選手のところがですね、かなりメンバー的に苦しい状況があって、そのオーバーエイジでそこを穴埋めをしてたわけですけども、その演出層が直前の怪我で出場できなくなったことで、まあ、ポジションを少し、動かすわけですけども、まあ、その結果そういうことになった部分もあったと思うんですけど。午後8時30分キックオフの笛が鳴り響いた。開始早々の2分、トゥーリオから左サイドの森崎へロングフィード。小野がスルーして阿部、最初のシュートは日本。しかし5分、ディフェンダーのミスから失点。苦しい立ち上がりとなった日本は気落ちすることなく反撃。右サイド徳永、高松のヘッドはジャストミートしなかった。パラグアイはシンプルなパス回しからセンターフォワードカルドーソにボールを集める。21分、今野、大久保、高松、ペナルティーキック。パラグアイの守備の中心オーバーエイジガマラの足が高松にかかった。キッカーは小野。これまでペナルティーキックを外したことがない小野が落ち着いて決めた。
かし24分、ゴール前約20メートルでフリーキックのピンチ。直接決められた。追いついた直後の失点。苦しいが日本も積極的に攻撃。小野が深い位置からスルーパス。大久保、その後は緊張からかゲームを完全に支配される。37分、痛恨の3点目。日本はペースをつかめないまま2点のビハインドで前半を終えた。まあ本当は 0-0 で終われることが一番の狙いであったわけですけど、まあ、早い時間に、失点したことでそのままプランが、大幅に崩れていくことになるんですけど、まあ、多少そのラインをうまく上げられなかったことで我々のもずっとやってきたそのコンパクトな守備でボールをグループで奪ってそこからスパイコンキにつなげていくというそのコンセプトからするとですね、その間延びさせられたことでそういう集中守備ができなかったということの多少の誤算はありますけれども、少しその予想を上回るような、プレッシャーもあったでしょうし、そういう中からこうミスが生まれたということが失点につながっていくわけですけども、まあ、相手が3トップ気味に来てですね、右サイドに相手の右サイドに入ったそのヒメネス、その選手に、まあ、3点ともいい仕事をされて失点につながったということもありましたので、まず守備的なことで言えばコンパクトなラインをもう一回作り直そうということと、そのヒメネスをどう抑えるのかというところで、やはり1対1に我々のグループの中で一番力を持っているのはモニワだったんで、そのモニワをヒメネスをきちっと抑えるために左に持っていって、スリーバックの右サイドで阿部を下げたと。まあ阿部をその、まあ、慣れないポジションというのもあるんですけども、まあ、これはトレーニングでも何回もやってたことですし、本人にもそのどうしてもお前のそのフリーキックでの攻撃力、リスタート、まあ、コーナーキックも含めての攻撃力っていうのはどうしても必要だから、後ろへ下がってでもプレーしてもらうことはあるということはもう、大会のだいぶ前から、国内のキャンプの時からずっと言ってきたんで、やはり2点差ついてしまったということで、まあ、早い段階からその攻撃的なシフトチェンジをしなきゃいけないということで、前に松井を加えて小野伸二を1つ下げて、でボランチの阿部を最終ラインに入れたということで後半はまあスタートするわけです。中盤の底で小野、トップ下で松井、攻撃の起点を2つにして攻めに出る。松井が起点となり、大久保、高松、ペナルティーキック。キッカーは再び小野。2対3、2回連続のプレッシャーをものともせず。